はい、皆さんこんにちは、ワンダルグリフシです。今回はコンバチヒーローシリーズヒーロー戦記プロジェクトオリンポス続きをプレイしていきたいと思います。ジオとの戦いの後、アムロやコウタロウたちがチリジリに飛ばされた後からのスタートになります。では早速続きプレイしていきます。まだ信長の野望申請がねちょっとプレイできていないんですが、まずはこっちをね攻略していっちゃいましょう。神父がいるな。懺悔をなさりたいですかね。神はすべての罪をお許しになります。まあ、しくも統一教会問題が政界を揺るがしている中、懺悔をしたまえというふうに言ってきているのが、なんともタイムリーな感じですね。ちょうどね、岸田さんが内閣改造を行って、統一教会との関係を認めた各閣僚を、まあ、事実上更迭したような形になっていそうですよね。では、このなんか教会みたいなところを出て、やってきたのが、失礼ですが、どこから来たんですか？身分証明書はお持ちですか？あ、カードがある。ほう、ゼウス機関の方が。ここは、どこなんだろうっていうところからですね。ちょっと街を探索してきます。ちなみに今いるのはこのグラン氏というところですね。で、会長のところにやってきました。おや、あなたは、ゼウスの南光太郎だ。俺はダカーレに帰りたい。それも一刻も早く。なんかね、探索してるとこの街の外に出るのが難しい感染ですね。安全とは言い難いということですね。周りはだから出してくれないんだな。わかりました。それではこのカードを持って赤い屋根の家にお入りください。そのカードで入り口が開きます。じゃあ赤い屋根の家に行ってみましょう。ここかな？赤い屋根の家。ちょっと赤くは見えないですけど。赤い屋根の家に入って、こっから地下道、ダンジョンですね。これで街の外に出れるっぽいですね。ではちょっとこのダンジョン抜けていきます。もう敵はほぼ固定で、この強化ジャミラですね。まあ、ただですね、回復手段が、まあ、一人だけ、コウタロウだけっていうのもあって、なかなかないので、それなりに苦戦はしています。一度戻って、まあ、回復アイテムを買ったりなんかして、まあ、ようやく出口がね、見えてきた。このダンジョン抜けられそうというところまで来ましたね。で、また、なんか別の教会に出てきまして、とりあえずこの教会の中、はい。ってみましょう。そう、ふざけやがって。俺が初めにいた場所じゃねえか。そうだよね。戻ってきただけか。コウタロウ、誰かいる。謎の声。それでは、ビルゲニアが復活したというのは間違いないのだろう。はい。ですが、RX に逃げられてしまいました。ビルゲニアも目覚めたばかりでしたので、私一人ではどうにも。なるほど。この神父も敵だな。構わん。どうせ奴はグラン氏に閉じ込められたまま。RX よりもむしろ2号ライダーを先に始末すべき。あの神父偽物か。それにしても2号といえば一文字先輩じゃないか。こいつら一文字先輩を殺そうとしてやがるのか。ビルゲニアをぶつけてみるのだな。いや、雷キックと残状を使う。あの2匹が相手なら2号といえど一たまりもあるまい。では、わしはこれからどうすれば。コウタロの監視を続けるのだ。こっちへ来る。出てくる。わ、謎だ。確かに謎だ。なんか、ジェダイみたいでしたね。ちょっと神父をとっちめてやりましょう。おや、あなたはいつかの。どうです？気持ちは落ち着きましたか？しらじらしい奴め。何？まぬけた芝居してやがんだ。おかげですっかり良くなったぜ。そうですか、それはよかった。ところで、グラン氏はどうでしたか？すぐに見つかりましたか？あ、おかげですぐに見つかったぜ。確か、あそこは防護シャッターがあって簡単には出入りできなかったはず。でも、現にこうしてここにいるだろう。さあ、俺の道とやろう。
占ってもらおうか。あなたの取るべき道はこうだ。また落とされてしまいました。けけけ、アレックス、おめえはそこから二度と出てこれねえんだよ。回復アイテムは十分用意しておいたので、またちょっとダンジョンですかね。ああ、牢屋だな。ただ、牢は開いてるな。こっちの牢は開いてるね。まあちょっとなんもないですよね。敵との戦闘はある。まあ確かに。音は敵との戦闘音なくなる。ここは、全体攻撃で、早々に仕留める。では、ダンジョン抜けそうな気配があるので、回復しておきまーす。これで。あかね、なんでいつもすんなり開いてくれねえんだ。誰だ、誰かそこにいるのか。こうだろう。お、誰かいるじゃねえか。よし、ここはうまく騙して扉を開けさせるに限るな。はい、あの、町まで帰る途中で道に迷ってしまいまして。君は女の子か。こんなところまで来るとは大変だったろうに。さあ、今扉を開けてあげるよ。いや、これ、孝太郎が女の子の声色を使ったってことですかね。で、外に出て、てめえ、おとなしくしやがれ。一文字、ちょっと待て。一文字じゃねえか。スケベ根性を出した。お前の負けだ。待てと言ってるだろうが、なんかもみ合いになってますね。わーっとなってますけど。いてはあ、あなたは、先輩の子を見忘れたとは言わさんぞ、孝太郎。一文字先輩、よかった、無事だったんですね。このありさまではそうとも言えんがな。正直言って今俺は処刑待ちの状態だ。一体何があったんですか？詳しい話は後。今はここを抜け出す。いいな。はい、わかりました。よし、この部屋からの出口は二つあり、一つは残城。もう一つは雷キッドが守っている。仲間を呼ばれないためには、この2人を同時に倒さねばならん。なるほど。俺は右の残城を倒すから、お前は左の雷キッドを倒してくれ。はい。よし、じゃあ気をつけてな。またグランシとお茶を。では、雷キッドと戦闘に入りましょう。なんだ貴様、あの、雷キッドって方を探してるんですけど、雷キッドに何の用だ。一戦交えちゃおうかなって、望むところだ。これが雷キッドか。雷キッドだ。よし、全力で行きましょう。まずは、ロドライダーにチェンジして、ハードショット。攻撃力は668か。もう3回回復したら、3回ハードショット打ったら、グホクリティカルがここで来るか。きついの来たな。ちょっと一旦回復しましょう。いやー、ちょっときついな。マックス使うかはもったいないけど。なかなか攻撃力高いですね。お、倒せた。ちょっと、マックス使うのもったいなかったかな。まあ、しょうがないですね。で、孝太郎も、こっちにやってきて、あとは、ここから抜け出す。またここか。神父がいなくなってやがる。どこ行ったんだ。一文字もいなくなってますね。ちょっとまた、じゃあ街を探索します。一文字がいましたね。遅かったな。心配したぞ。先輩、俺今度の事件は分からねえことばかりだよ。先輩は何か知ってるんですか？俺があの秘密の味を見つけたのは1週間ほど前。神父に問い詰めたらいきなり床が抜けてな。同じことですね。まあ待て。俺が初めてあの部屋に来た時は先客がいた。なんでもゲドンを裏切った奴らしいんだが、そいつが言うには今このグランシを拠点とする一大プロジェクトが動き出しているらしい。なんですって。それがどうも、いよいよ、各地の幹部連中が一つにまとまったようなだ。確か、ネオショッカーとか言っていた。ビルゲニアの復活も、奴らの仕業だろう。あの偽神父が言うには、奴らはこの町の防護シャッター破壊を計画しているらしい。二人で協力して必ず阻止せねばならん。はい。なんか、ひらがなばっかりだとちょっと読みづらいですね。
敵が動き出す前の今のうちにお前の俺の必殺技を教えておく。パートナーは強い方がいい。やったぜー。覚悟はいいな。行くぞ。身をもって味わい系なのかな。わわ、ちょちょちょ、先輩、目が回るー。本当の回転キックはそんなもんじゃないぞ。今のうちに体で覚えるんだ。くる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 ーとしてますね。ふっくいー。よた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 。よた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 。よた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 。よくやった。俺の回転キックを使いこなせるな。本郷先輩とお前だけだ。参った。本当にこんなので回転キックが使えるようになるんですか。はっはっはっは。大丈夫。もうお前は回転キックをマスターしているよ。それはそうと、小太郎、俺はさっきのアジトに忘れ物をしてきてしまった。ちょっと待っててくれ。え、アジトって敵の？心配いらん。誰もいないアジトだ。それに、お前に渡すものなんだ。あ、一文字先輩。いや、なかなかクレイジーだな。一緒に行こうってならないのかな。どうも変だな、先輩。なんか隠してるんじゃ。そうだよね。おかしいですよね。ちょっとつけてみましょう。やってきたんですけど、誰もいませんね。ま、この地下アジトかな、また。ここも何もできなそうですけどね。ちょっと探索します。マリア像、認識ナンバーを言え。喋った。参ったな、こんな仕掛けがあったのかよ。繰り返す、認識ナンバーを言え。仕方ねえ、デタラメでいいや。4242666だ。マリア像、てん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 。該当ナンバーなし。処置。D。あ、また落とされた。また落とされてしまった。あ、ただ、さっきまでなかった、なんか、ホラー穴みたいのができてますね。ちょっとここ進んでみましょう。またここエンカウントありそうですね。敵とんで。敵は、ジャミラか、強いんだよな。回転キックちょっと使ってみる？あ、一応効くね。効く。強いしかも。回転キックをちょっと多用することになりそうだな、一人となると。抜けたところであそこに、一文字がいるな。なんだ？あ！ローブの男へ、もうすぐ、グランシュの防護シャッターが解除される。自治会の会長に変身したビルゲニアの天女ってな。我らは一番効率のいい方法を取った。これで NS ミサイルはグランシュの中心部を直撃するだろう。あれがミサイルか。待て、本物の会長がどうしたんだ。心配はいらぬ。すでに残状の餌になったわ。なんだと貴様、人の命を何だと思っているんだ。とても神聖なものだ。我らの儀式には欠かせない。ふざけるな。俺が見つけたからにはこれ以上はやらせんぞ。慌てるな。貴様と戦うのはグランシュの最後を見届けてからだ。そうはさせるか。この男を取り押さえろ。取り押さえられました。一文字先輩。アレクサ、食い止めろ。戦闘になるだ。どき上がれ。ここで回転キックをお見舞いしてやる。くらえ。デッドライオンがいるので、デッドライオンだけは一撃では倒せないかな。攻撃力は216、決して高くはない。となれば、ここはバイオライダーになって、違う、ロボライダーになってハードショットで死にましょう。これが一番強力ですからね、通常攻撃。よし、倒した。先輩、一文字先輩。第2体、かかれ。何？連戦か。これちょっと、どうだろう。ライダー回転キック。第2体でしたけど、第3体とかになってくるとちょっと苦戦しそうだな。デッドライオンも、刺して強くはないので、ちょっと一撃食らわせた後は、通常攻撃で、テクニカルポイントの温存に入りましょう。NS ミサイルの起爆装置は解除した。しかし、INS に狂いが生じている。このままではリド市方面へ飛び去ってしまうぞ。リドか。嫌な街だが行かねばなるまい。
うむ、このミサイルを作り上げるまでに費やした莫大な基金を無駄にはできない。あ、飛び立っていったエースミサイルなるものだ。貴様ら、一文字先輩を離せ。この男は手土産だ。グランシュでビルゲニアが待っているぞ、RX。ビヨン。ってことは、グランシュに戻りましょう。では、長い長いダンジョンを逆走して、ようやくグランシュに戻ってきたので、回復してから探索します。会長の部屋の前にやってきました。誰かいますね。会長が中で暴れてる。これじゃシャッターが行かれちまう。中に入りましょう。ビルゲニア、さて、これくらいでいいだろう。もうすぐ発射時刻か。俺も脱出するかな。ミサイルは来ないぜ。お前の中はまあ、お前を置いてどっか行っちまったぞ。なんだと、貴様は教会で会った男だな。どうしてミサイルのことを。俺を忘れちまったのか、ビルゲニア。お前はネオショッカーの奴らに利用されてるだけなんだ。俺は暗黒結社ゴルドム破壊滅、シャドウムーンは行方不明と聞かされた。暗黒結社ゴルゴムは壊滅ですね。破壊滅じゃないですね。ゴルゴムは壊滅。シャドウムーンは行方不明と聞かされた。違うのか？俺は騙されていたのか？確かにゴルゴムは壊滅した。しかしシャドウムーンは生きている。新たな組織の幹部としてな。ヌオーシャドウムーンめ、必ず探し出してやるぞ。それに俺を騙したネオショッカーの奴らだ。牽制ビルゲニア様を舐めやがって。どっか行っちゃいましたね。何気なく移動してみたんですけど、これ新しい街に行けそうだな。行ってみましょう。このままでいい。どこに着いたんだろう。あ、リド市。リド市ってさっきなんか爆破がどうのこうのって言ってたとこだな。ミサイルがどうのこうのって言ってたところですよね。ちょっと探索してみましょう。あんまり大きな街ではなさそうです。ん？ミサイルがある。これ、さっき撃ってたミサイルだな。うわ、また落としたのか。なんで俺いつもいつも罠にかかっちまうんだ。そうですね。あ、なんかもう囲まれてる。ネオショッカーのやつか。違うようだ。ただの一般人だろう。ああ、やっぱりこんな罠じゃダメだな。さあ、とっとと片付けようぜ。よし、とどめを刺そう。これ戦闘になるな。戦闘員 X になってんな。ちょっとここは、今後の戦いもあると思うんですけども、回転キックで終わらせましょう。強いですからね、回転キックはね。ここはどこだ？答えろ。お助け。素直に答えたら助けてやる。さあ、とっとと吐くんだ。ここは、バタンです。リーダーは、暗闇大使です。さっきネオショッカーがどうたらって言ってたな。お前たちもネオショッカーに組み込まれたんじゃねえのか。僕たち、バダンは最後まで合併を拒否してるんです。だからネオショッカーとは敵対関係にあるんです。お前たちが歯向かったところで勝ち目はないんじゃねえのか。相手は、大部隊だろ。でも、うちのペットは、不死身なんですよ。誰にも負けたことがないし。何なんだ、ペットっていうのは。そうです。不死身の、グワ。ローブのとこへ、ミサイルを見つけたと思ったら罠であったが、まあいい。暗闇大使を探すとするか。待て、俺を無視するんじゃねえ。まあ、そうなりますよね。RX か、残念だが、今回の目的は貴様ではない。また今度相手をしてやろう。そう、今夜は下ろさねえぜ。一文字先輩を返してもらうまではな。奴は死んだ。諦めるのかな。先輩を、一文字先輩を、殺したっていうのか。戦闘になりましたね。イカデビルか。どうしよう、ここは全力で行こうかな。まあ、ハードショットが一番強いんで、ハードショットで行きたいところかな。ハードショットで行きましょう。4995。攻撃力は287。強え。しかも、いきなり、麻痺させてきやがった。なんでもありだな。で、これでも必殺が打てなくなったから、まあ、RX に戻って通常攻撃で、ちまちま削っていきましょうか。
や、RX の通常攻撃だったら、バイオライダーで攻撃した方が、テクニカルポイントの回復値が大きいので。いや、そうでもないな。そうでもないぞ。これは苦戦だな。25しか回復しない。このままでは、ジリンだ。一回ちょっと回復しましょう。まあ、幸い、イカデビル自体の攻撃力はあまり高かったな。通常攻撃で。あとは、しないといけない。倒しましたね。なかなか強かったな。回復手段がアイテムしかないっていうのがやっぱりきついですね。死神博士か。それじゃあお前がネオショッカーを。どうやら貴様は侮っていたようだ。次に会うときはそのピーもらい受けるぞ。もいーん。とりあえずこのマップを抜けましょう。回復アイテムももうあんまり残ってないですからね。明らかにここでボス戦がありそうなんですが、イカデビル戦でダイブアイテムを使ってきたので回復アイテムがほとんど残ってないんですよね。いやー、ちょっと苦しい戦いになりそうだな。あとはいえ、突入しましょう。暗闇大使、我がバダンへようこそ、仮面ライダー、ブラック、RX。ありゃ、地獄大使のおっさん、あんたまだ生きてたのか。外見だけじゃなく、しぶとさもゴキブリ並みだな。ま、しっけな。私は地獄大使ではない。奴のいとこの暗闇大使だ。間違えるんじゃない。いとこだって、あんまり想像したくない一族だな。ぬぬぬぬぬ、言わせておけば、いい気になりよって。カイザーグロー、こいつを始末しろ。カイザーグローとの戦闘になる。いや、必殺技打つ力残ってないぞ。ライダーキックもったいないな。一旦、ロボライダーになって、ハードショット2発打ちましょう。効かねえ。マジか。1050。もう一発攻撃できるわ。どうしよう。バイオライダーでスパークカッター打ってみる？これも効かない。普通の攻撃じゃないと通らないんだ。イベントかな。イベント戦ですかね。やめろ、光太郎。そいつは不死身だ。村雨先輩、どうしてここへ。逃げるぞ。俺の後をついてこい。スタ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 。ゼクロスか。邪魔しおってからに逃がしはせんぞ。おい、追うのだ。ちょっと僕も。いや、ここのアイテムだけ見て。逃げましょう。お、リライブカプセル3がある。助かります。あ、いるな。量がいる。危ないところだったな。あの暗闇大使が飼っている鳥はカイザーグローといって不死身の化け物だ。元はドグマ王国の神だったらしいんだが、それがバタンに雇われたんだ。神っていうのがすごい。ネオショッカーと敵対してるってのもあの化け物がいるからだったのか。あ、暗闇大使本人は大したことないんだが、いっそのことネオショッカーの奴らドンパチやって共だれをしてくれればいいんだけど。よう先輩、俺どうしてもカイザーグローの奴に勝ちたいんだ。あれだけコンテンパンされて黙って帰ってくなんて、情けなくて、てんてんてん。そうだな。気休めにしかならんだろうが、俺のゼクロステーションクスターをお前にやろう。ただし無理はするな。ありがとうございます。ドグマを滅ぼした、オキ先輩ならあいつの弱点を知っているはずだ。俺はオキ先輩を探してみる。じゃあ俺も手伝うぜ。あ、そうだな。そうしてくれ。これで、仲間になってくれればいいんだけどな。とりあえず量は、パーティーには加わらなそうですね。で、海岸に戻ってきて、あれ？一体誰がミサイルを、そうだよね。さっきまでここにミサイルありましたよ。ちょっとこの先行ってみましょうか。いや、回復してからの方が良かったかな。なんか怪しげなところに来ましたね。では、今回はここまでにさせていただいて、いかにも怪しげなこの先は次回プレイをしていきたいと思います。